ボクシングで天下を取るつもりで絶対に世界チャンピオンになりたいなと思っていて、尾張の新星エイゴー、中学2年で緑ボクシングジムに入門、その後高校大学とアマチュアで経験を積んだ。そして今年プロに転向。左のパンチに自信を持っていて、左フックですね、当たれば絶対に倒せるなっていう自信は持ってます。僕が一番思うに、めっちゃ打たれ強いです。めっちゃ打たれ強いですし、あと左のパンチが多彩で、本当リードのパンチが武器ですかね。世界を取った矢吹さんと世界に近い力石さんがいて、今は目標ですけど、いつかは超えてやるっていう気持ちで。プロ2戦目を前に、照準はすでに世界。来年には日本かアジアのパシフィックのタイトルを取って、将来的に必ず世界チャンピオンになります。顔が柔道の篠原選手に似てるからって言って、新劇の篠原。 K ワールド3所属、新劇の篠原こと三好龍太。画面は当たりやすくなる。リーチを生かし、相手の意識の外から狙いすましたパンチを放つ。直感と当て感、無意識でここって見えるんですよ。僕の試合ワンパンチで終わる。綺麗なサウスポーですわ。カウンターの左ストレート、もう歩き回ったら終わります。昼食せずにボクシングの道選んだんですけど、正直その金銭的な面で断念したんですけど、逆に6年経って、まあ、いろんな経験を得て、まあ、考えながらこう冷静にボクシングができるようになったので、若い時よりは確実に強くなりました。オーソドックスの技巧派か、高身長のサウスポーか。お互いのパンチが交錯してヒットして盛り上がるみたいな、そういういい試合にはしたくなくて、九州圧倒して英語強かったなっていう、まあ、いろんな経験値の差を見せつけますよっていうところですよね。踏み台にできるもんならしてみろっていうところですね。英語 VS 三好龍太。